こちらこちら、ジョニ君です。今日もよろしく頼まず、よけてな。ジョニ君だ、今日もよろしく頼まず、よろしく頼まず、感動ないよ。セーフ、セーフ、セーフやって。いうわけでな、今日やるのはな、朝倉未来の、倒し方徹底攻略、やろう思うてんで。任しちゃって、まずな、簡単に言ってもらうとな、ライジンの選手の朝倉未来とおるやろ、あれの倒し方をな、今日はな、みんなにな、言おう思うとるんよ。まあな、一言で言うてもらうとな、ちょっと待って、寒かって、わしな。いやな、暖房つけとらんのよ。暖房つけとらんくてな、なんでくれたらな、山椒おるんよ。山椒おるからな、暖房つけたらな、チーンって死んでまうからな、暖房つけられへんかって。というわけでよろしく頼ます。な、まあ、言うか、朝倉未来のな、倒し方はな、もうな、一言で言うてもらうとな、無理って感じってやつだって。うん、まあ、無理やわ。でな、喧嘩自慢とかやっとるやろ、唯一な、倒すチャンスがあればやね。まあ、一個ずつな、消去法で潰していこうか。まずな、あの人な、一回目な、対面するやろ。対面したときな、メッサな、よう見とるんよ。よう見てな、メッサ相手見とるんよ。でな、一発目な、ラッキーパンチ狙うのは、まず無理なんかな思って、なんやろ、その人だな、相手の実力見とるんよ。で、なんか、あ、もうこんくらい手抜いて、なんか、このレベルでやればええんかな、みたいな感じで、見とるんよ、一回目やね。で、ワンチャンやったら二発目やね。二回目やね。この、退治した時はあかんくて、そのちょい、二回目の退治なんかな。その、時間が経ったったよね。その時、手抜いとるんよ。結構な、あ、この人こんくらいで手加減すれば、AY 時のラッキーパンチやね。ラッキーパンチを狙うんが、そこぐらいなんかの思ってもある。倒せる可能性があるとしたやな、したらやね。倒せる可能性があるんやったら、そこやわ。なあ、あと無理やろ、一回目、様子見するやろ。手加減しに、こう、時間からさっそくかかってきてくれるやろ。でもその部分やね。あとはな、あの人な、根本的にな、あ、わし、ちなみに格闘技、18年くらいやっとったんやね。いろんな格闘技やっとったんやね。なんで、あの人、根本的に見てもらったら、もう、カウンター言うんかな。カウンターで遊ぶタイプやろ。カウンターってな、そもそも、わしらの頃はな、ラッキーパンチ言うんかな。もう、そんなできるもんちゃうんよ。カウンターって、こう、来るやろ。こうなんかこう、殴ってくるやろ。こう、殴ってきた時にね、やろ。この、ま、わしらの時代やね。こう、ストレートをな、かわしてな、かわしてこう、その勢いで入れるんよ。こう、ボーンってな、相手がこう、殴ってきた時にな、ちょいずらしてな、ストレートかわした勢いで、ボーン、よく、相手がこう、向かうやんか。こう、向かう力ってすごいんよ。そこにね、入れるだけやから、ほんま軽い力で倒れるんよ。でもな、ちゃうね、その、カウンターってガチなんて思うなんか素人の子とかおるやろ。まあ、どうやるか言ったらな、壁にゴーンって言ったら痛いわけやから、例えば電柱あるやろ、目閉じてな、普通に電柱で歩いてたって、普通に目閉じてな、電柱に歩いてくるよ、こうやって目閉じてな、で、ゴーンって当たるとな、結構痛い思いよ、あれもな、3、4、あ、もう5倍ぐらいなんかな、でパンチも向かってくるわけやから、まあ、カウンターそういうもんやでって、目閉じてな、電柱歩いてってぶつかるやろ、うん、それの、な、5倍ぐらいの威力になったパンチが来るって考えちゃって。な、それがカウンターやって。わしらの頃は、もうカウンター言ったらもうラッキーパンチで狙うしかないよ。あの人もこう、こうなんやろ見ながら、あ、こっちだから、サウスポーやろ。見ながらなんやろ、こう、なろ。こう、もう相手が打ったらな、カウンター後出しじゃんけんなんよ。もう絶対勝つじゃんけんの格闘技なんよ。あんな、勝てへんかって。もう勝てへん。あの、プロの目でないろ。目悪かって言っとったやんか。めっちゃ見とるよね。目もいいわけやし。反応もいいわけやし、当て感もめっちゃすごいわけやし、大体な、格闘技もなんか、10年、20年やっとる人やったら、もうその辺は分かる思ってまう。なんこの人のカウンター能力ってな。だからそもそもな、素人がその、カウンターやってくるその、な、さっきのミクルさんとのなんやろ、やる時点でもう、あかんいうんかな。もう、ないいうんかな。うん、そこやね。あとはな、寝技やね。寝技はな、なんやろ、ライジンではな、レベル低い方かもしれへんよ。ライジンではな。でもな、なんやろ。うん。一昔前の柔術やったら、もう十分トップクラスでな、通用するような寝技レベルやから、なんやろ。喧嘩自慢の人は、もうなんやろ。寝技になった瞬間、あ、ブレイク言うた方がいいよ。ブレイク。ちょい、パトカー言うてな。あ、寝技か言うてな。もうな、絶対勝てへん。もうなんやろ。なんか、何やったっけあれ。グレイシー柔術とかあれやろ。あれ教えてくれてるところとかあってやろ。あそことかでな、例えばな、グレイシー柔術、毎日3年間習っとったでとかな、もうそういう人でも勝てへん言うかな、そういう人やったら余計わかる思うよ。
そやからそんぐらいのレベルで勝てへんレベルやから、もう素人の寝技で、あの人と寝技やるんやったらもうやめた方がいいから、もう寝技だったらブレイク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 、立たなあかん立たなあかんって言ってた。寝技になってくもなしやね。というわけでな、今回どうやったんかな、朝倉未来の倒し方勉強だったんかな、任しちゃって。だってな、わしもな、こういろいろ衛星行ってやらないやんな、イラン、イラク、マイク、マイク言いやっちゃった、ほんまマイク言いやっちゃった。あ、今何してるんかな、マイクな、これもマイクから教わった、どうだった。というわけでな、まあ言うと思ったらな、なんかそんな大した攻略で研究する前にね、まあそもそもやらんのが、うん、あれやで、まあ言うたら今これ内緒やで、今言うたとこ内緒やで。というわけでな、わし的に最後一言言わしてもらおうか、最後の一言言ってもらうとな、ジュニコン的に言ってもらうとな、最後まで見てくれたわけに、よかったチャンネル登録高評価よろしく頼ませで、みんなもな、ジュニコンさんと一緒にな、明日からミクロロラボコボコになされる仲間になろうや、ボコボコにされてこうや、というかわけで、もうちょっとわしもな頑張っていったらな、ちょ一回ちょっとお手合わせ願いたいもんやんね、もう世界のトップレベルってどんな感じなんかな。いや分かるんやで、分かるんやけど、もう味わいていいや、よいなら、ジュニコン負けへんかって、なんでか言ったらな、ジョニコンはな、なんかつまり言ってつまへんね、なんかこう喋ったったらな、おもろいこと思いつく思いや、うん、思いつく思いや、そういうもんやん、人生ってな。うん、いいわけで、お前あったかくして寝るやで、チーズ。